はいどうもお疲れ様です。今日5月8日もちょっと過去チャートからのね検証していきたいと思います。今回はレジサポラインの引き方なんですけども、赤い横線強く引かれてるのがありますんで、それを左側からちょっと見ていきたいと思います。まずね、何色で書こうかな。黒で書きましょうかね。下から値動きがバーっと近づいてきて、大きく折れ曲がったところ、ここを一つのね、最初の力点として捉えることができますので、最初の上底のポイントはここですよね。その次に今度は下に向かった時に下から今度上に跳ね上げたところがどこかっていうと当然ですけどもここになります。ね。だから一番最初のレンジっていうのは今丸をつけたこの範囲になります。そういう意味で言うと上底がここについて下底がここにつくのはまあ至極当然のことかなと思いますけども次ですよ。次に上底に行くまでに跳ね返って下の方に行きましたんでここにもポイントをねつけることができます。早い段階で決断ができる方はここで今、まさに赤いラインが2本引いてますけどもね、上底下底を決めてエントリーに入ることができるんですね。つまりエントリーをセルでして、ここでバイに入るわけですよ。そうするとまんまと利益が取れるということになります。そこで気を良くして、この上底のパート2でつけたね、ここもさらに強化されて、よし、ここの線をこれからも使っていくぞっていう風になるわけですよね。そしてそこで跳ね返ったものが今度どこで下から跳ね返ってくるかっていうと、ここで跳ね返るわけですよね。それで上に向かいましたから、あ、本当に同じ力点で、跳ね返ってきたなっていうことで、まさにこれもね、よーし、じゃあしばらくはこれでいくぞって感じで、レンジオプションが決まるわけですよ。で、あとは、この上下のピップスが自分の扱いやすい得意なピップスになってるか、私だったら60とか70ピップスですけどね、そうなってきたらレンジオプションを使いながらブレイクアウトもやっていこうかなと。さらに、えぐれっていうね、現象もありますんで、そちらの方も注意していこうかなってことになります。そのえぐれを使うときに、ポイントとしてはね、一番最初に、仮採用したこの上底のポイントがありますよね。ここを横に伸ばしてね、まさにグレーのラインですけども、ここまではまあ、えぐれたものとして、ロスカットをせずにね、戻ってくると信じて耐えていこうっていうふうに決めるわけですよ。そうすると、まあ、うまくいく例が多いです。で、下の方も今度余裕を持って、そういったレンジインレンジの防衛ラインを設けようとしたときに、今のところちょっと線が引けるところはないんですけども、これがね、ブーッと進んで、ブレイクしたかなと思ったら内側に戻ってきちゃった。そして同じ上底でバウンドしたわけですから、あ、なるほどね、と。じゃあ、下の余裕を持たせたレンジインレンジの外側のレンジはここに設けておこうかなっていう形でね、グレーのライン、今ちょっと消えちゃいましたけども、引いていただいた上のグレーのラインと下のグレーのライン、そして内側の赤い2本のラインということで使えると思います。その後こういう風にね、値動きが同じように進んでいくんですけども、じゃあここはどうするんだってことですよね。ここはね、ロスカットですよ。本当に。ただね、レンジオプションをしたからといって、レンジインレンジをしたからといって、ロスカットがなくなるわけではないんですよ。ただ、ロスカットの可能性がすごく低くなって、利益を取れるポイントが増えるっていう、この関係が続くだけなんですよね。まあ、ですんで、ここは、ブレイクかと思ったらブレイクせずに、二重にロスカットを食らっちゃいましたっていう風なことが起きます。それはだから受け止めていかないといけないんですよ。これをなくそうと思うのはちょっとね、テクニカル的には不可能なんで、これはなくならないもんだと思って、だから、あれですよ。6対4で勝ちと負けっていうわけですよ。で、ここがね、負けていても他のところがちゃんと利確されていれば、ロットさえ同じならね、ダメージよりもメリットの方が上回るわけですよ。ここも同じです。で、いよいよとここでブレイクして、上の世界にドーンといっちゃうんで、ここではブレイクアウトがその通り効いて、かなり大きな利益を取りましたってことになりますよね。以上ですよ。あと、同じ考え方で、この右側の方も説明できますし、当然そうなってると思います。はい。まあ、まず1番目のポイント、ここですよね。上底の赤いラインがちゃんとここで引けてます。その後、こういう風にはみ出すところはありますけども、結局戻ってくるわけでしょ？戻ってくるんだけども、突き抜けて下の方に行っちゃって、下の方に行ったと思ったら、また戻ってきて、このレンジの中に収まっていくということでね。多少上下に暴れておりますけども、振幅、要するに振れ幅が、レンジインレンジの外側のレンジがね、ここになったり、まあ言ってみればここになったりしながらも、結局、なんかね、まあ中央のこの2つの、これですか、ここを中心に値動きってのは長期安定的な上下を繰り返してるってことになりますので、この今箱を作ったとこね、この中でレンジオプションとブレイクアウトが取れていれば勝ち越すことができるってことになります。線をね、いろいろ引いていただいてありがとうございます。それぞれの線、本当にこの解釈でよろしいかと思いますよ。本当に細かいことだけになっちゃいます。あとは指摘をしようと思ったら。このぐらいざっくり引けてれば、とりあえず勝ち越すことはできるはずなんで、あとはね、精神力です。せっかく自分でレンジを引いて、レンジに一定の根拠を持って、そして、まあいいんじゃないのって合格点ももらった。でも実際にこれに対してね、ロットが入れられるかどうかっていう精神力の問題はまた別なんですよ。精神は精神で鍛えておかなければなりません。どうやって鍛えるかっていうと、実際にデモトレードとか少額トレードでいいんで、今作ったレンジとかね、それからトレンドってものを信じて、今後もエントリーをしていくことなんですよ。デモでも少額でもいいから。それを繰り返して記録を取っていくこと。そして今回みたいに評価を受けること。こういったことをやる回数が増えれば増えるほど勝ち越しに向かっていきます。そして勝ち越すことがデモ上でできれば、少額上でできれば、当然ですけども精神力が身についてきますから。ね、だんだんと、じゃあ今度はロット 0.1 とかロット 0.5 とかロット1でエントリーしてみようっていう風になるわけですよね。当然その時にはね、ちゃんとした資金量を持っていた方がいいですから、例えばワンエントリーで1万円のロスを食らう可能性があるんだったら、やっぱり全体資金のね、1% をロスカット食らっても大丈夫なようにする意味で、この証券口座には100万円入れておくのがいいかと思います。ですので10万円しか証券口座に入れてない段階では、まあ通常のロットは 0.1 ですよね。で、1万円しか入れてない場合は 0.01 ロットです。まあこういうふうな、ロスカットを受けても100分の1の資金を失うだけっていうふうな、このね、全体資金のバランス感覚っていうのが大事です。まあでもオーバーランしたところで 2% までですよ。なぜかね、多くの人はね、10万円しか入れてないのに、ワンエントリーで3万円失うようなことをやってるわけですよ。これはもう完全にデタラメですから。3割の損耗するなんてのも、軍隊で言ったら撤退のレベルですからね。そうならないように、もうほんと 1% までがロスカットのリミットだと思っていただければ、大きく崩れることはありません。はい。それでは今回は以上です。どうもご提出ありがとうございました。